津久井サイモンは日本の女性声優。神奈川県出身。HS プロモーション所属。アミューズメントメディア総合学院出身。血液型は O 型。声優連盟歌うたいのメンバー。高校生の時に初めて声優という仕事を知る。友人が熱中していた作品に一緒に熱中し、そこから歌やアニメでマルチに活躍している。 声優業に憧れを持ち、目指す。アミューズメントメディア総合学院東京校卒業。2013年、ピクレレのアイン役が、初のアニメ出演作。2014年、スペルバウンドに、正規所属。2015年、スペルバウンド所属タレントとオーディション出身者による、声優アイドルユニット、声優連盟歌う隊員が結成され、メンバー入り。2020年5月1日、 スペルバウンドの業務移管により、HS プロモーション認識。趣味は、イラスト。特技は、ピアノ。その他、趣味として、HP を作成して好きなデザインを組むことも挙げている。目標とする声優は、声優を目指したきっかけである、沢城みゆき。長女のため、アニメを見ていると両親に、勉強しなさいと教育され、アニメを見る機会が少なかった。しかし、 スタジオジブリ作品は置いてあり、幼い頃から見ていて印象に残っているという。太字は、メインキャラクター20年年年年年2013年2014年2015年2016年2017年2013年2014年2017年2014年2015年、今の私にできること、MC ゲスト、ありがとうございます。